www.videonews.com。こんにちは。こんにちは。今日は8月23日、の木曜日ですけど、うん、まあ、N コミ2本目でね、ちょっと今日本当はね、僕2つあとやりたいのがあったんだけど、時間的に今日はあと1本にしましょう。実は本もう1本今日やらないのは次回に回そうと思うけども、うん、あのジュリアン・アサンジのエクアドル大使館の、まあ、での亡命問題っていうのがね、どうもちょっとこう、大きな修羅場を迎えているようだと、うん、で、まあ、イギリスとエクアドルの本当に大きな外交問題に なりそうになっていると。それからやっぱりアサンジというものの評価、やっぱりここで改めてもう一回ね、その本当はやるべきだと思ったので、それも本当はやりたい。でもちょっと、もろもろの事情で今日はちょっとそれを置いて動かしていただいて、僕やっぱどうしてもこれは今日 やんなきゃいけないと思うと思ったので、一言あの、ジャーナリストのね、山本美香さんが、まあ、シリアで、あの、これはまあ本当に何者によるものかということははっきりとわからないんだけれども、おそらく政府軍とみられる、まあ、乱射に、銃の乱射にあって亡くなったということでね。で、あの、まあ、いろいろといろんなところで、あの、いろんなそれについて議論をされていると思うので、僕はもうあの、前後の状況とか全部詳しく分かっているわけではないので、それは基本的には譲りたい、そういうものに譲りたいんだけど、その今日楊さんとの本編の中でちょっとメディアの問題出たじゃないですか。 そこにちょっと僕、うん、2点だけ言いたいことがあったんですね。でそれもぜひ宮根さんの反応を聞きたかったの。一つはね、今日のじゃあ山本さんのことについて言うと、あの、前にもう何度も言った話です。いろんなところで僕ツイートもしました。あの、なんであんな危ないところに行くんだっていう声は、おそらく、まあ、思った方がいると思うんですよね。じゃあ話とか、こんな危ないところばっかり行ってと、わざわざ危ないところに好んで行ってるんじゃないか的な言い方もある。まあ、人質になった時のあのバッシングは、なんか政府に迷惑をかけてとか、世界に迷惑をかけるみたいな話があって、ちょっと別の文脈があったけど、亡くなった時っていうのはさすがにそうはならないけれどもね。でも僕はそこでとっても重要なポイントだと思ったのは、これ前に宮内さんにも話したかもしれない、あの、よく僕があの原発の近くに放射能がなんか120マイクロシーベルトとかと言って、なんであんな放射能高いところに行ったんだって言った時に、なんで放射能高いってご存知なんですかっていうのが僕の答えなわけですよね。僕の映像を見たから高いって分かったわけで、行ってみたらゼロ、すごい低いかもしれなかったわけですよ。だから分かんないわけいかないと。だから、なんであんな危ないとこ行くんだ、なんで危ないってご存知なんですかなんですね。いろんなジャーナリストが命を賭してそこに行ってるから、それが分かってるわけで、そういう、そこから得た情報で危ないっていうことのベネフィットを受けておきながら、そんなとこに行くのがどうかって言ったら、じゃあ行くのやめましょうって言ったら何も分かんなくなっちゃうと。で、ジャーナリストが行かなくてもいいじゃなくて、軍の情報をそのまま信じますかとかね、紛争の当事者の、ね、それはありえないでしょ。だからまずそこは、まあ、いつもの鍵のかかった箱の中の鍵問題の文脈ですけども、実は行くということについては、あの、そういう意味があるんだっていうことはね、その誰かが言ってくれてることを前提にして言った人を批判するとか、批判までいかなくても行く必要ないじゃないかっていうのは、ちょっと無理があるっていうところが一つと、それからもう一つ同じ文脈で、あの、この領土問題なんかになった時にね、こういうのを報じる時にね、その、まあ、ある種日本の場合はちょっとそれ以前の問題ですよ。記者クラブだどうのこうのとか、空気の試合とか、ちょっと違う文脈だと思いますけど、やっぱりあの領土問題なんかの場合、メディアもね、その日本の国益を考慮に入れて報道するのが当然だっていう声が あるわけですよ。ですから中立的なこととか、中国側の言い分とかを伝えるっていうことはね、相手方に正当性を与えるような報道は、まあ、売国度的な報道であるとかね、メディアといえ日本のメディアだろうとかっていうね、あるいは日本人だろうみたいな言い方をするんだけど、そこで、まあ、これももうジャーナリズムの教科書に出てくる話だけど、一応言っておくと、何が国益かっていうことを、中立的なメディア情報がなくてどうやって判断されてるんですかっていうのがもう一個の問いです。つまり、あの、今中立的だと思ってるっていうことが正しいためには、そこの元になってる情報が、あの、中立的でなければ、その自分の国益が何であるかっていうことがね、正しいかどうかの判断はできないはずなんで、あの、もうこれが国益でっていうことが空気的に決まってしまったものの中で、その報じ続けることが、実はさっきの話じゃないけど、ものすごく国益の反対、国損につながっている可能性っていうのがあると、うん、なのでやっぱりメディアは叩かれる、まあ、ここまである種のこう幻想を作ってしまうとですね、うん、中立的に報じるってこと自体がものすごく難しくなっているとは思います。北方領土にしても何にしても。でもやっぱりメディアは中立的に報じなきゃいけない理由というのは、うん、その国益を何であるかを知るためには中立的に報じる必要があるんだという意味で、あの、国益の範囲内でメディアが報じろっていう行為というのは、実は国益を分からなくするためのもう自殺行為であるっていうのはね、よくまあ議論される、メディアの中で議論されることで、その2点だけ今日の
陽さんの問題、山本さんの問題についてちょっと自分なりの思いとして言っておきたかったことがあるので、それをまあ挙げておきたいんだけど、何か宮内さんそれについてありますか。まあ、前者の問題についても後者の問題、まあ、前者の問題は実際にジャーナリストが手掛けて撃たれたから危ないところだということを我々は知ることができて、思って示したわけだ ね、うん、でそのことをそれによって知ったくせに危ないところに出かけてというふうに批判するのはね、そもそも、まあまあ、簡単に言えば誤謬ですよね、新論ですよ ね、うん、でまあ、同じように2番目の議論はやや複雑な様相があるけれども、一般に外交問題についてですね、例えば自国に有利な解決をしたいためにね、どういう手を取るべきなのかということを議論するために必要なのはある種の、まあ、冷静さなんですよね。まあ、マックス・ウェーバーがね、価値自由ベルトフライハイトという概念を提示しましたね。これは価値に拘束されるなという意味ではなくて、そのある事実認識や歴史認識をその事実だというふうに認識する瞬間にもう価値が生まれているということなんですよね。だからこの場合にはベルトフライハイトの意味は自分方の事実認識とそうでない相手方の事実認識、あるいは相手方にも複数の立場があるとすればそれぞれの事実認識、自国にもそうですね、つまりこの問題についてどういう例えば歴史的な事実認識が選択肢としてあり得るのか、その選択肢が全体としてある中でだからこの選択肢を取ることはこういう政治的な意味を持つので相手方をこう怒らせるとか相手方をこういうふうに納得させることができる、まあ、そういうふうなね、まあ、他者性を踏まえた議論をすることが実は解決に向けたね、重大な道筋なんですよね。今ディムさんがおっしゃった2番目の問題って本当に重要なこと でこれは楊千嬅さんのね、お話の中にもあったようにやっぱりまあ、国民の、ね、意思、まあ、民意を反映した民主的な外交を行うようになった一見いいことのように見えるけれども、実際にはポピュリズム、まあ、人気取りのためのですね、愚昧な、宣伝あるいは愚昧な煽り、そうしたことがなされるようになって、残念ながら外交的な、自国に有利な解決に結びつかない、僕が昔からよく言った言い方で言うと表出と表現、表出は自己満足ですよね、表現というのは相手を動かすためのコミュニケーションですけど、どうも表出、まあ、簡単にも吹き上がってカタルシス、感情の浄化を、ね、得るだけのコミュニケーションが、つまりコミュニケーションならざる、ね、コミュニケーションがやはり支配しがちに支配しがちになっているなと。でやっぱ僕がその思うのは昔から、ね、歴史を見ると経済重視派と政治重視派っていうふうにいて、まあ、これは以前ここで申し上げた保守っていう場合にもそれぞれ両方あるんだけど、経済重視派っていうのはずっとリベラルだって言われていたって、それは実は前提が一つある。それは経済的に上り基調の時に経済重視派が力を得て、なおかつ彼らはリベラルに振る舞うことによって取引費用を減らし、つまり軍事的な緊張を減らすと取引費用が減りますよね。でなおかつ商売のチャンスを増やそうとするわけですよね。でところが今はその経済がどん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 その、まあ、こうディクライン状態ですよね。で中国もおそらく将来的にはそうなっていく可能性がある。でそうすると結局経済重視化が力を売る可能性がどんどん減って、政治重視化が力を売ると。で政治重視化は逆に経済重視化のような動機を持たないので、やっぱ強硬にまあ、弱腰の人間を弱腰だっていうふうに批判することによって人気を獲得するっていう方向に、国民が得るものが大きいわけね、多いんですよね。なのでやっぱ経済的に今まで順風満帆に近かった国がね、そうではなくなっていくプロセスにおいては経済重視化から政治重視化に、同じ保守なら保守でもまあ、軸足が変わっていく、変わっていくとやっぱりポピュリズム、強硬、簡単には軍事や外交問題で感情の釣り針を使って国民をですね釣り上げることで延命しようとするようなね勢力がもっぱらになるというね、だからそういう意味ではあんまりいい状況、あるいは明るい未来があんまりね望めない状況にも入りつつあるのかもしれないですね、うん、だからまあ楊さんは、うん、中国に本当に詳しいから、うん、まあなんかこう共青団と 共産党青年団と大使党みたいな対立というのは単純化してきたっていうお話をしてたけど、うん、まあ多分その通りになると思うけどね、うん、大きな文脈からいくと
やっぱりまあ共生団というのは経済重視、ね、経済重視で、うん、でまあ胡錦涛がやっぱり日本に対して、うん、あのそこのまあ東アジアのガス田の共同開発というのがある種シンボリックな意味を持っている弱腰外交である、ね、だから日本が何か挑発に乗って行動を取ると日本を批判 しているように見せながら結局中国国内の政治的な対立の文脈で現体制を批判するために使える、ね、でも、現体制の批判のデモとかは、まあ、それなりに中国は、ね、やっぱり何だって共産党一党支配だからそう簡単には全部許されないので、うん、一応形としては反日って言ってるんだけど、うん、あれはやっぱり間接的な胡錦涛体制への批判になると。一方でじゃあ批判している側は何かというと一つはねその政治的な対比的、うん、もう一つはどうもこれは大使党にも代表されるかもしれないけど中国も今やアメリカに勝とうなら大国であると、うん、だからもうそんなに仲良くしようとかですねそんなようなよりももっと強く出るべきだっていうのが、うんどうもその主張の中で強いようだと、うん、だから日本は、ね、変な話こっち方の主導権がもし移ることになれば対日外交にもそれが反映されてくる可能性があるという意味で ね含めてそれも含めて本当はこの領土問題もそれだけで考えることではないと思うけどそれもちゃんと文脈を考えた上で行動を取るくらいのことは日本みたいな小さな国はね外交命なわけだからさ、うん、やんなきゃと思うんだけどまあ尖閣何しようものぞで中国何しようものぞになっちゃってもう泳いでいっちゃうみたいな話っていうのをねでも日本のために頑張りましたみたいな感じの、うん、あれはちょっと僕はまあああいうね微笑ましい空気はそれはそれでねいてもいいと思うんだけど随分達観してるじゃないですか。先ほど申し上げたように、はい、中国国内においてねやっぱり経済重視派が力をその持ち続けることができるようにつまり胡錦涛が立場を失わないように日本が中国との間の歴史的な協定のね、意味をよく理解をしてそのまあジムさんが今日紹介してくださったようにね日本が何かこう感情の釣り針にね釣り上げられて吹き上がった瞬間に中国の経済重視者が立場を失って政治重視者が力を得て最終的にはね、尖閣なんて電撃アタックで3時間で占領完了したらアメリカは動けないとかっていうね話になっちゃうわけですよ。あるいはだから、もう胡錦涛体制ですらやっぱなんかせざるを得なくなるなっちゃう、ね、日本に対してね本来はそれは避けたいと思って、うん、そのシグナルを送ってるのに、ね、日本がもう吹き上がっちゃってるから、うん、もうねっていうこと、うん、アメリカが日本の親米政権を維持するためにどれだけ戦略的に振る舞ったかっていうことをみんな知ってるじゃないですか。やってこと聞かされてきたのにそれをむしろ批判したじゃないですかみんなで、うんうん、なんでそれができないんだろうってことですよ ね、うん、どんな政治体制が日本にとって本当に国益に資するのかっていうことですよね、うん、それをね、うん、だからまあそこはまあ何たってテレビタックル時代ですから中国もそうらしいですけどでもそうなんだけどやっぱり前原程度のね頭の人たちが大臣やったりしてるっていうのはやっぱり問題なんですそれはね。まあね、一般の市民がそこまで達観するってのはもともとは無理なのかもしれないですね。無理無理、うん、テレビはテレビでねある種そういう番組があるのはしょうがないと思う。どこの国でもそうなってきちゃうと思うんだけど政治家はそれと同じレベルになってしまうかどうかがポイントなんです簡単にはね、うん、まあちょっと、メディアの話ね、うん、まあちょっと記者クラブの話もさっき出たけど、うん、まあ北方領土は本当に僕よく覚えてますもん、うん、ゴルバチョフが1900年あれ91年か2年に来日すると、うんうんでね、TBS のね当時池田君っていうほら 2-3 のキャスターメントとか、うんうん、北方領土にソ連、うん、当時はソ連からロシアかなまだソ連なのそこは当時国家としてビザを取って行ったんですよ、うんうん、そしたらゴルバチョフ来日直前なのに、うん、TBS は外務省の出入り禁止になったの、うんうん、でそこからもう、まあ、交渉に交渉を重ねてまた復帰するんだけど、うん、実際に出入り禁止になるんですよ、うん、でもなるのに面白いで僕は当時 AP の記者で、うん、外務省にインタビューした、うん、TBS もインタビューした、うん、出入り禁止なんていうことは一切やっておりませんっていう、うんだからそこが記者クラブ問題の厄介なとこ、そんなことはなかったことになってるんですよ、うんうん、でも出れないんですよ実際、うんうん、でしょ、うん、だからまあいろいろとありましてその辺はねだけどやっぱりまあ実際にいざとなったらそういう規模も置くってことも含めて、うんうん、やっぱり批判を受けるんですよ、うん、そこにビザを取って入国するっていうことは実効支配を容認したことになるっていう考え方でしょ、うんうんうんだからまあ、で外交問題は外務省記者クラブ霞クラブの、うん、からしか絶対に記事は出稿はされない、うん、記事は出てこないっていうことが前提になってると日本のメディアはね、うん、でやっぱりそれは社会部のやつらなんておかしいよと思ってるかもしれないけど、うん、彼らに一行も書けないから、ね、外交はさその何をしたらね実行しか認めたことになるとか主権問題が存在することを認めたことになるまあ、国民相手っていうことであればねそういうふうな国民の強硬的な世論を吹き上がらせないためにね、まあ、国民向けにまあ、そういうポーズ取っておいてで、まあ、机の下でねいやこれは国民
向けの、まあ、必要不可欠な、まあ、施策なので、あの机の下 の、 その打線の手のシグナルを見てくれっていうふうなね、やっぱそういう外交をするかどうかがね、外交の力量なんですよね。それがネタがベタになっちゃうってやつですね。まあそうですね、問題はね、はい、うん、まあでも北方領土 の、 あのいわゆる政府広報には大変なお金をつぎ込んできたでしょ、うん、要するに、まあ、ある意味では嘘の情報を国民に浸透させるために使ったという意味では、うん、まあそうね、ちょっと罪重いですよね、うん、それはね。でそういう世論が形成されたらメディアもうっかりしたこと言えばメディア自体が叩かれるじゃないですか。そうだね、まあ、55年段階のね、まあ、日ソ、まあ、平和条約に向けた協定ではフルシチョフがね、ご存じのよう に、 にあの日ソ共同あの平和条約があの 結ばれた暁には二島返還するということ で、ね、まあ、合意していたんですね。でしかも、まあ、うん、そのクリルの千島 の、 あの、うん、サンフランシスコ条約の文脈や、うん、まあ、そもそもね、それそうですね、それロシアがソ連が金目してないということも含めてでも、うん、やっぱりもう文章はっきりしてますよね。そうなんですよね、うん、あそこはどこまでが、まあ、日本は千島を放棄したと、うん、で千島には南千島なしなし国後島エトロフが含まれているということですよね、うん、それはだって南千島なんて言葉はないんでしょ、そう、ないです、なかったんでしょ、うん、いや南千島ということはあって、南千島は千島の一部なので、あの南千島という言葉を伝統的に使っていたということは、うん、つまり日本が国後島エトロフは千島の一部であるというふうに考えていたんですね。で千島を譲ったって話になっていて、で千島を譲ったっていう中にはもちろん南千島含まれてますねっていうことについて当時のまあ外務省のね事務次官が含まれておりますと言ったんですね。国会で言ったんだけど、そうです、そうです、はい、うん、だからまあその辺はもうよく見ればはっきりしてることなんだけど、まあ全く違う文脈をアメリカとの関係を有しするという立場から作ったんですけど、だからソ連から見ると、うん、まあ、目をパチクリさせたんじゃないかなと。でも当然ソ連は分かってるわけですよね、日本が独自に急にそんなこと言い始めるかとかだけって、うん、あ裏にあの誰そうやつ、まあ、誰まで分かったかどうかなんでアメリカがいるなって分かったんだけど、アメリカのケツなめちゃってるんだな、うん、だからまあ日本は完全にもうアメリカに、うん、についていくっていうことを宣言したときに、そういう文脈で多分ソ連は受け取ったんでしょうけど、まあ そ、 うね、でそれはそれで日本の選択なんでしょうけどもね、うん、それはそういう時に戦略に踏まうためにやったことなんで、領土問題問題として本当はそうじゃないわけですよね。 そうなんだよね、うん、それを覚えてるかどうかは大事ですね。わかりました、うん、まあ今日の楊さんの話はぜひですね、まあ、あのいろいろと、まあ、なんていうんですか、初めて聞くような話が出てくるのであのぜひ見ていただければなと思います。でもそうね、今日の楊さんの話は初めてだけど、でも前ね若崎さんが読んだ時にお話になってたあの主権問題に関わる協定の存在で、これぐらいやっぱりみんな知らなきゃいけないし、竹島問題について言えばあれは実はポツダム宣言問題なってことをね、アメリカが決めるってことですね、アメリカが決めるってことをやっぱり理解しているってことがとても大事なんですよね、うんうん、でも宮根さん今日言ったけど、うん、ああいう文脈な情報が出てきても、うん、やっぱり空気は変わらないね、全然ね、不審だよ ね、 ね、なんだそうかって話にならないじゃないですか、うん、これはまたちょっと山本市政さんにもう一回蘇ってきてですね。そうです。でもそれは本当にポジション取り問題でね、うん、自分だけ気がつくんじゃなくてみんな一斉に気がつけばいいんですよ。でも自分だけ気がついてもあの自分のポジション取りができなくなっちゃうんで、外れちゃうから、でそれは若い人たちの今のコミュニケーションそのものですよね。思ってることは言わない。それかもう明らかに自明になるようなそのものがボーンと起きるかどっちかなんですね。うん、なかなかあの重い課題をいただいたと思います。はい、じゃあ今日はあの N コミはここまでにしようと思います、うん、で今週の本編は、今週はちょっと宮台さんがお休みで、宮台さんちょっと見ても分かるように焼けてるでしょ、ね、短い夏休みでね、そうですね、はい、宮台さん沖縄に行ってきて帰ってこられました、うん、で今週はあの香山さんと、東海村の村長との丸劇が、うん、今週ありますので、東海村の話も面白かったのでぜひあのご覧いただければと思います。じゃあこんなところで今日は。